こんにちは、みゆです。カメラマンの山ちゃんです。みゆちゃん、百切り企画ぶりですね。ご無沙汰します。はい、はい。今日はみゆちゃんのスコアアップのために、うん、心強いアイテムを最近見つけましたので、うん、ちょっとそれを使ってラウンドしてもらいたいなと思いまして、はい。まあ、早速なんですけど、ちょっとあの、うん、腕に身につけてるものを皆さんに、はい、これですか。これなんかすごそうですよね。そうなんですよ。まあ、ちょっとどっかで見たなって思うかもしれないですけど、うん、一回ちょっとご紹介させてください。はい。まあ、こちらスマートウォッチのファーウェイウォッチ GT4 です。これ知ってる、あの森先生が動画で紹介してましたよね。なんか液晶が綺麗でいろんなところから距離が測れるっていう時計ですよね。気になってました。そうなんですよ。液晶実際どうですか。すごい、今こういうところって見えにくいところありそうですけど、すごい綺麗に見えてます。なるほど、はい、ありがとうございます。すごい。まあそうなんですよ、うん。まあ、そのファーウェイのウォッチ GT4 なんですけど、3月にアップデートしてゴルフナビ機能が使えるようになったんですね。それで前回あの森ちゃんにあの使用してもらって、はい、それのデビュー動画をしてもらったんですけど、はい、まあ、なんか再生もなんかいつもよりもゼロ1個多くて、はい、なんか結構反響があって気になってるんだみんな。そうなんですよ。それであれは前回ちょっと男性向けのちょっと大きめのサイズだったんですけど、はい、今回女性向けのサイズで、うん、ちょっと小さめのサイズちょっと見せても、うん、そうこれですね、うん、ちょっと可愛いよね。可愛いです。なんかコロンとしてて、森先生のもコロンとしましたっけ。少し男性っぽいイメージで、うん、あのどっちかというとかっこいいっていう感じの厚みがあってっていう、うん、馴染みます、液晶が。あ、ちょうど、うん、なるほどね。そう、それがあの女性用でゴルフナビ機能の搭載を記念して出たっていう感じで、うん、まあ、ぜひみゆちゃんにっていう感じで嬉しい、今日ちょっとお呼びしたわけでございます。これってあれですか、対象コースとかって何コースぐらいあるんですか。対象は今国内2200コース以上。2200以上。そう、すごい。とりあえず国内はほぼ抑えてるっていう感じです。で、何やってもらうかっていうと、うん、見てもらうと思い出すと思うんですよね、このロケーション。そうですね、いい思い出がいっぱい残ってます。本当ですか。はい、はい、そう、あの百切り企画の同じコース、うん、ですね、浅見ゴルフクラブさんの後半で使った南コースなんですけど、でしたね。そう、ここをちょっと2ホールで、うん、マジ良さが分かるんで、あ、前回よりいいわみたいな。楽しみ。じゃあこれあれですね、森先生に代わるアイテムっていうことですね。まあ、森ちゃんアイテムじゃないんだけど、なんかちょっとポケモンみたいな扱いになってるけど、森ちゃんはアイテムではないんだけど、あの、そう、一応森先生に代わる。そうですよね。そう、いつでも森先生を呼べるわけじゃないから。そうですよね。そう、そのアイテムを。一人でも。そう、一人でも。ってことで、今回は百切り企画と同じゴルフ場で、はいはい、ファーウェイのウォッチ GT4 を使ったら、うん、スコアアップするのかっていうのをやっていきたいと思います。スコアアップするのか、はい、なるほど、はい、めっちゃプレッシャーかけて、だから同じコースなんですね。そうです、はい、理解しました。ありがとうございます。あの前回の動画で商品の質問のコメントもいただいてて、はい、メーカーさんから回答いただいてるんで、ちょっと途中その回答させていただこうと思いますんで、まあ、まずはちょっと1ホール目はその GT4 を使って楽しみ攻略していきたいと思います。そんなに違うんだ、楽しみです。じゃあお願いします。よろしくお願いします。はい、早速じゃあ南1のパー4で、ここが270ヤードの早速使ってみてるんですけど、あそこのバンカー手前までが105ヤードなので、うん、まあ、とりあえずバンカーには入らないように右をあの旗を狙ってドライバーで最初はやってみようかなと思います。はい、はい、いきます。お願いします。お願いします。お、ナイスショー。いいですね、方向狙いでバンカーもしのげましたね、うん、旗方向でちょうどこう傾斜がですね、そう、うまくこう噛み合ってセンターに、うん、ちょうど真ん中で、よし、やりますね、よし、よかったです。じゃあ次2打目行ってきます。おお、いいところに。最高っすね。ねえ、やった。おお、ピンも狙いやすい。狙いやすい、よかった。ピンまで残り145ヤードで出てるので、私だと
ちょっとあの丘狙いで実際ちょっと私右行きがちなので、ちょっと右に出たらフラットなところから次も狙えるんじゃないかなと思うので、ちょっとあの丘狙いでいきます。次ユーティリティでやります、はい、ユーティリティの4番で。おー結構右に行っちゃったけど、まあ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 フラットな場所でもありますね。危ない危ない、いいです、次も狙いやすそうですし、次行ってみましょう。いいですね、いい感じ。ピンまで40ヤードなので、どうしようかな、ピッチングのハーフショットにしてみます。ちょっと怖いけど、いいんじゃないですか。はい、いい感じじゃない。ちょっとこぼれ、あ、こんな、いや、でも良かったと思うんですよ、いいですか、いい、綺麗に当たりましたね。惜しい、グリーンの縦の距離があんまりないからあれだったね。そう、手前にあれで手前で落とすと乗んなそうだし、確かに弾かれちゃって、いい感じにピン狙いすぎちゃった、した。え、どうなんですか、使って。え、めっちゃ狙いやすいです。っていうか、残数と今のポジションからのっていうのすごい分かりやすい。うーん、めっちゃシンプルで分かりやすい。シンプル、うん、だって40って書いてあるんです。シンプルにヤード数だけ分かるのが、あー、なるほど。すぐにパッこう持ち上げると画面も勝手に出てくるような感じなので楽です。なんかプレー中にあたふたするときにはーってなったときにパッて見たらもう分かるんで、なるほど、使いやすい。私でも行きましょう、行きましょう。うん、やっぱちょっとこぼれてましたね。うん、もうちょっとここは硬くパターでいいですか。いいんじゃないですか。ちょっとここで事故したくないな、そうですね、怖いですよね。いけ、頑張れ頑張れ頑張れ。いいタッチじゃないですか。おお、もう微妙。最後ちょっとひと伸び転がっちゃったけど、でも全部ナイスナイス。もうちょっと強く打つかなって思ったけど、なんか下ってるから怖くて。ナイスナイス。さし、ちょっと右ですね。まっすぐじゃなさそう。よし。出たこっち来たからね、カメラ。あ、ごめんなさい。やったー、めっちゃ嬉しい。こっちだからね、カメラって。ナイスボギーじゃないですか。めっちゃ嬉しい。うわ、もうあの距離ちょっと微妙でしたもんね。やっぱ GT4 すごいっすね。でもこのグリーン周りはね、関係ないですから、実力ですよ。何言ってる。またまた、いやいやいや、ここまでの過程ですよ。ここまでいいから、そこまでは確かにめっちゃ助かりました。そうありがとうございます、ね、ありがとうございます。あのグリ周りからはね、グリ周りは実力ですね、今の。よし、次行きましょう。おー、いいっすね。やったー、嬉しい。はい、みーちゃん、1ホール目お疲れ様でした。お疲れ様です。そしたらの入力しちゃいたいと思いますんで、はい、5のペナルティーとかもあるんですね、すごい。あ、そうなんですよ。へえ、さっきなかったんで、じゃあこのまま登録します。 OK、 これ何ですか、ティーオフ命中。ああ、それはあのティーショットの時にまっすぐ行ったかとか右行ったかって記録ですね。そういうことか。確かね、命中してたよね。うん、まっすぐだっただよね、うん、で完了で、入力終わったら上ボタンで、お、次のこのホールなりました。あ、はい、ありがとうございます。まあ、入力そんな感じで簡単にできます。うん、簡単で、まあ、次のホール行く前に前回の森ちゃんの動画で、商品の質問が何個か来てたんで、はい、あのそれについてちょっとお答えしていこうと思うんで、はい、まあ、ちょっとみえちゃんからの質問を読み上げてもらって、僕から回答をしたいと思うんで。わかりました。はい、お願いします。はい、じゃあご質問いただいてたの読みますね。命中って何ですかとのことです。あ、命中、あ、さっきのやつね。あ、さっき、はいはい、スコア入れたやつ、はいはいはい、確かに
あれちょっとそう、ちょっと分かりづらいんですけど、うん、ティーショットの時に、まあその真っすぐ行ったか右か左かっていうのが打てるところがあって、ね、その真っすぐが命中、うん、ってところを押せばいい、いいって感じ。だ右だったら右、左だったら左をタップして入力するっていう。はい、そう。分かりました。はい。あとご質問で、風機能のオフはできますか？とのことです。風機能はオンオフはこれはできないです。スワイプするともう見れるようになっちゃうので、はいはい、ちょっと完全にこう非表示するってことはちょっとできない感じですね。はい。次の質問が、サブグリーンは対応してますか？とのことです。はい。サブグリーン、そうですね。ここはワングリーンだったのかな？ワングリーンだったんですけど、サブグリーンの場合はコースの上に切り替える。ところがあって、それ押すだけでグリーンは右左切り替えられるんで、そうなんです、はい、対応してます、大丈夫です、いいですね、はい、じゃあ続きまして、グリーンの傾斜の表示のやり方を教えてください。あの矢印ね、うん、あれはそう、前回の動画は確か出せたんですけど、森先生の出てた、そう、今回のあさみゴルフクラブさんはちょっと出てこなくくて、まだちょっとなんか反映されたりしなかったりみたいな、そのデータの提供元があって、そことのやり取りで随時こう更新されていくのかなっていうような、そう感じなんで、ちょっとどこが入ってどこが入ってないはちょっとわからないですけど、まあでも事前にダウンロードしてもらえれば、それ見れば、あ、入ってる入ってないはわかるんで、コースによるってところですね、はい、はい、ありがとうございます。続きまして、ショット地点の登録はできるんですか？とのことです。あ、これ簡単で、まあ、登録っていうか、うん、もう打ったらセンサーが反応してて、はい、もう自動で登録されています。そう、なので後でこうスマホでスマホのアプリで見ることができるんですけど、いいですね、前もそう森ちゃんのやつ出したんだけど、ピョンピョンピョンって最後に出るんで、うん、はい、登録は自動でできるようになってます。わかりました。ご質問がは以上で、はい、はい、ありがとうございます、うん、まあ、そんな感じでちょっとまあ、みんなのこうなんでこれ知りたいとかいろいろ質問にちょっと答えてみたんで、まあ、ぜひ、まあ、この後みゆちゃんがさっきパー4ボギーなんでですね、まあ、次もボギーでいきたいですよね、パーでいきましょう、はい、はい、見せちゃった今 GT4 を使って、はい、いいスコアで回ったらみんなも欲しくなっちゃうと思いますんで、みんなを欲しくさせます、お、私が、じゃあお願いします、お願いします。次が南の2ホールになっていて、210ヤードですね、で左ドックになってますね。あ、なるほど、うん、そう、一見多分それ直線で測られちゃうと思うんだけど、うん、実際はこのヤーデージであるのは274に出てるんで、はいはい、うん、直線で行ったらっていう感じですね。なるほど、はい、分かりました。お、グリーンはこんな感じの形状か、あと今の風向きもこんな感じですね、うん、今調べたらあの旗までが144ヤードなので、やっぱドライバーであの旗行きたいので、ちょっと私は裾、丘裾狙いぐらいで行ってみようかなと思います。めっちゃ良くない？やばいですけど、結局右に行ってもじゃないですか、ナイス、ニアピン、しゃー、嬉しい、ニアピンですよ。いやー、なんですかね、今日絶好調かもしれない、やっぱり先生のおかげ、先生のおかげです。チェンジ、先生呼び、チェンジ。これ以上は言いません、先生呼び、これ以上は言いません。よし、最高じゃないですか、いやすごいですね、100キリでやってよこれ。めっちゃ良かったですよね、でも成長してんだ、ナイス、うん、あの後ゴルフ結構行ったん、行ってます、なんなら先週行きました、あ、仕上がってますね、ありがとうございます。手前にバンカーとかもなくて、あとピンまで107ヤードだったので、ユーティリティをちょっと短く持ってちょっと左狙いで、あ、そうね、確かに右に行く傾向にあるからね、うんうん、ちょっと左に行きます、うん、乗せるっていうよりも乗ったらいいかなぐらいな感じで打つってこと、うん、あ、なるほど、じゃあ気楽に行きましょうですね、気楽に行きましょう、
右出たけど、でもいいじゃんいいじゃん。ねえ、ちょっと短かったけど。ナイスナイス。ありがとうございます。でも次1、2、3、4パー狙いますね。いい感じなんじゃないでしょうか。どうですかね。結構近いな。ピンまで43ヤードって出てるのでいいですね。これなんかボールについたらすぐにパッてもうヤードが分かる、すっごい楽ですね。さっきも確か40とかそこら辺でしたよね。うん、ピッチングのさっきハーフショットで打ったんで、なるほど、一回それを再現します。かっこいい。なんかもう発言も変わってきちゃいますね、つけてると。おお、どう？うまい。いいね。ナイスオン。よし、いいですね。次行きましょう。よし、うん、また絶妙な。ここからはね、さっきも同様に頼れないので、やっぱ左ですね。おお、え、惜しい。やったー。今でもいいラインじゃないですか。違いますか。入ってないのにこんなにドヤする人ね。もうここはもう、あー、パターさん、こういうところも丁寧に。ナイスです。やりましたね、ボギー取りました。ナイスボギーです。何ですかこの間は。カウントしちゃった。合ってるよね。じゃあ一旦ちょっと2ホール終わって、はい、まあいい感じのニコニコなんで、まあ、スコアの改めて確かにスコア入力して、はい、はい、あ、そうそうそう、はい、はい、じゃあやりましょう。一旦行きましょう。はい、じゃあみゆちゃん、はい、おーてかウォッチ GT4 を、うん、使っていただいて、なんと前回77だったのが、はい、55で、すごい、めっちゃ嬉しいね。だってさ、ボギー全部、はい、続いたら90だからね。そういうこと？そういうこと？ 90？ そういうことか。そう、やば。だいぶ途中までめちゃくちゃアシストしてくれます。グリーンに乗っちゃったらもう実力勝負なんですけど、うん、もうなんか自分があそこまでどのぐらいなのかなっていうのとかも簡単にすぐに手軽にちゃちゃって調べられるので、なんか初心者から上級者までマルチに使えそうですね。あ、私みたいにあたふたしちゃう人でもパッて見ればもうすぐヤード数が、そこのヤード数とかもすぐ出るので、すっごい使いやすかったです。これは実用的。あとはこのコロンとしたデザインもなんかすごい女性に馴染みますよね。うん、可愛くないですか。私結構好きです、うん、なんか四角いのとかが多いイメージあるんですけど。ああ、マット、ま、丸もあるけどやっぱちょっとこう男女兼用って感じだから、ね、そうそうそう、なんかすごいスタイリッシュで女性の華奢な腕とかにも合いそうですね。合いますね、うん、絶対可愛い。ありがとうございます。ありがとうございます。じゃあちょっとそれはもう先生と今日から呼んでいただいて。先生、いや本当に分かりやすくてめっちゃいいです。はい、じゃあちょっとスコア入力してもらって、うん、そうですね、はい、まあ、てことで終了してもらって、はい、スマホでも、うん、あのスマホのアプリでもスコアとか心拍数とか、はい、ショットの軌跡とか、まあ、ちょっとあの隣に映ってると思うんですけど、うん、そういうのも見れるようになってます。はい、はい、まあ、ということでファーウェイウォッチ GT4、うん、まあ、気になった方はあのネットでも購入できますんで、はい、まあ、概要欄に URL を貼っときますんで、ぜひ確認してみてください。あと今回、うん、あのクーポンコードも教えてもらってまして、うん、メーカーさんからいただいてまして、はい、お得に購入できるクーポンコードを概要欄に貼ってありますんで、ご購入の際は使ってもらえたら嬉しいです。はい、お願いします。ということで今回の動画は、これで終わりたいと思います。はい、ご視聴ありがとうございました。ありがとうございました。